皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、検証したいなと思いまして、果たして人間は真面目な話をしている途中にテキーラを飲み続けてたら一体どうなってしまうのか検証していきます。あれ、かのちゃんどうしたの、瞑想したみたいなコメント多分来ると思うんですけども、なぜ私が今回こういうことをしているか、その意味はこの後話す内容で多分わかると思うんで、早速ですね、まず一杯目飲んでいきます。で、今日話す内容はですね、今後の活動についてでございます。ちょっと待ってください。まずじゃあ一杯目。テキーラ怖いな。どんぐらい入れればいいんですかね。こんぐらい、ちょこちょこ飲んでいくって感じで。え、めっちゃ量多くない、これ。普通テキーラグラスですもんね。では画面の目の前で一緒に乾杯していきましょう。テキーラいただきます。うわ、今ね、ここが今熱湯が通ってるみたいな。で、いきなりこれを飲んだからってすぐに酔うわけではないんで、ちょっと待ちます。まずちょっと今後のことを話す前に、前回の動画、私の姉の紹介動画見てくださった皆さんありがとうございました。あれ、本当の姉じゃなくて、私がニューハーフクラブで働いた時のめちゃめちゃ仲良くしてくれてた先輩なんですね。もう本当、視聴者の方々がめっちゃ面白いとか言ってくれて、まさか私が単品でやる動画よりも高評価数が多いっていう結果に なったんですね。本当ありがとうございます。複雑。まずですね、ちょっと前の動画で話したんですけども、だんだんとこの青木かのんチャンネルってテイストを変えていってると思うんですよ。今まではその一人でその画面に向かって、まあ、落ち着いた口調でずっとひたすら話していくっていう感じのほのぼの系動画みたいな、なんかそういうのが多かったんですよ。プラス性別を変えてこうなりましたっていうのがめちゃめちゃ多いみたいな。他の YouTuber と比べて私のチャンネルって閉鎖的だったと思うんですね。まあ、他の YouTuber とコラボとかも全然しないし、だから結構これも症状か。だから他の YouTuber とかの動画とか、まあ、急上昇ランキングとかでバーで出るじゃないですか。そういう時にね、なんか毎回思うのが、みんなコラボしてていいなみたいな。私のチャンネルってほっ本当にコラボ全然しないんですよ、 YouTuber と。それには、まあ、理由がありまして、まあ、理由っていうよりかは多分これは私の性格に問題があるんですよ。まあ、YouTuber ってさ、家の中とかで結構撮ってたりするから、あんまり他の YouTuber と知り合うきっかけもない。そしてまあ元々その閉鎖的な感じ、もうほんと部屋の中でまったりトークみたいな感じのチャンネルだから、それも相まって、まあ、余計にその他の YouTuber とその友達になるっていうきっかけも全然なかったんですね。まあ今私渡るとか、彼氏の渡るくんですよ、あとは先日出たジャイコとか、まあ、そういう感じで一人で動画を撮るっていう割合が今まで10だとしたら、まあ、渡るくんとかもちょこちょこ登場してるから一人動画が7割ぐらいみたいなぐらいに少しねバランス変えてきてんの。だから渡るくんとの動画だけを見に来ますみたいな視聴者の方とかも増えてきたりとか、まあ、先日で言うとジャイコ、めちゃめちゃ女性の視聴者の方からコメントとかあって、やっぱジャイコはねすごいなと思った。もうお店で働いてる時もそうだったけど、ジャイコって女性客にめちゃめちゃ人気なんですよ。トークうまいし面白いから、相手を楽しませるっていうのにもうプロフェッショナルなんですね。あ、だからまあそうだよね、そういう結果になるよねみたいな。っていうのでジャイコと渡るが出ることによって、私のチャンネルが以前よりも閉鎖的じゃなくなってきたんですよ。え、まだいきます。少ない？したらもうちょっといってやるや。うわ、これやば。いきます。うわ、怖くなってきた。もうすでに顔赤いし。あ、舌が溶ける。単純になっちゃう。え、単純それを皆さんも見ての通り、かのんちゃんはその閉鎖的なチャンネルから抜け出してオープンな、もっと広がりたくしちゃったんだみたいな、そういうこともありまして、ちょっと前の動画でも言ったけど、ここにサムネありますよね。私は YouTuber で活動するにあたって、まあ、男性がもともと去年の夏までめちゃめちゃ多くて、もうほぼ 100% みたいな。しかも見てる層がもうお父さん世代みたいな。まあ、そっからもっと若い子とか女性とか特に、まあ、そういう方々にも見てもらわないと活動がもっと広がらないからって
て今までは部屋にこもってまったり喋るっていうテイストだったのが、外に出てロケしたりとか、だるくん出たりとか、そうすることによっていろんな、今まではお父さん世代の方々が多かったのが、女性とプラス若い学生の方とか20代とか同世代の方が逆転したみたいな、そういった感じ今あるんですけども、でね、まだまだ閉鎖的だと思って、やっぱ自分のチャンネルの中だけでしか回転してないっていう、もうちょっと難しい話になってきちゃったね。簡単に言うと、いろんな YouTuber とコラボしたいんですよ。ね、こっから私のもうめちゃめちゃひねくれたトークしちゃうんですけども、今 UM って事務所に所属してるんですけど、実際チャンスはいっぱいあるんですよ。でどういうところかというと、 UM の忘年会、本当 UM に所属してるもうほとんどの YouTuber、 もうヒカキンさんとかはじめしゃちょとかブワーって、もう一つのホテルのパーティー会場みたいなところで年に一回集まるんですね。で私今 UM に入って2年目なんですけども、実際に1年目の時は行ったので、2年目は欠席したの。それなんでかっていうと、ちょっとねやっぱひねくれてるのかもしれないんですけど、トップの YouTuber に私みたいな30万人クラスとか、数十万人の中堅どころからもうペイペイ、もう私ペイペイですけども、知ってもらおうっていうのでご挨拶に行くの。こうやっていつも見てます、私こういうものでしてみたいな、それが私嫌なの。もちろん挨拶は大事なんですけども、媚びてるんじゃないのって思われないかな。あーこれダメだ、私がねひねくれてるだけなんかな。他のさ YouTuber とかがさ、なんか Twitter で自分より2倍3倍と登録者多い人にコラボお願いしてるところとか見たりすると、うわっこびてんなこいつみたいな、こういう目線で見ちゃうんですよ。自分の力でいけよみたいな、これ私は間違ってんのかな。やばい、もうこれお酒がやべえな、これもうお酒もう大好き大好きダスキン。では青木香音の発展にいただきます。きくー、ほらとんでもないことになってきましたぞ。何が起きてるんだ。基本的にコラボは、したことはありますよ。他の YouTuber に比べたら圧倒的にぼっちなんですよ。私の変なプライドっていうか、こういうとこが結局男なのかなみたいな、性別で片付けていいのかわかんないけども、結構さ YouTube のパーティーとかもあったりするんですよ。なんか有名どこが集まったりとか、誘われるけど私行かないの。やっぱ行くともうみんななんかこんな感じなの。これがね恥ずかしくてできない。そう考えるとね、アサギーニョちゃんとか、アサギーニョちゃんって私同期なんですよ。同期っていうのは YouTube の本社から育成選抜みたいな感じで11人12人ぐらいの中の一人に私選ばれたんですよ、日本中の YouTuber の中の。2017年の時で、アサギーニョちゃんはすごい個人的に見た限りだと、もうほんと一人でやってるっていうか、媚びてるように見えない。ひねくれてんだよね私。群れるのもすごい嫌なんですよ。だから YouTuber 目線とかで見ると、正直ね、ジャイコとかもそうだし、わたるくんとかもそうだけども、二人はめちゃめちゃ面白いし、もう一部の私の視聴者の方々にはわたるくんジャイコ好きって言ってくれて、動画としてはもうすごい満足いくものが自分的に作れてるんね。だけどあ他のプロの YouTuber から見たら、いや身内ネタやんみたいな、身内ネタやん。あ、今の言い付け。YouTuber でコラボした方が視聴者のシェアができるじゃんみたいな、新しい視聴者呼び込めるかもしれないじゃんっていう、そういう風に現に先輩 YouTuber にいろいろ言われたんですよ。そうなんだけど、青木の中の文化ではないんですよ。でもここ最近さ、 UM の YouTuber ちょこちょこやめていったじゃないですか。この話気になる方は前回出した動画見てください、ここにありますので。全く UM は悪くないですけども、 UM は私的にはすごいいい事務所だと思ってるんで残り続けるんですけども、UM 的にはもっと我々頼ってくださいと。その際のミーティングで UM の社員さんに、やっぱり我々としてはいろんな方々とつながってもらう機会として設けてるっていう意味合いもありますので、ぜひカノさんも本当利用しまくってくださいと。私は言いませんと。媚びてんのがなんか思われるの嫌なんですよと。いやいや、カノさん、まずそもそも媚びてるのは相手もそれはもう承知の上です。そっからなんですよと。そもそもカノンさんの場合はもう媚びる媚びないっていうところじゃなくて、もうその前からシャットアウトしてしまってるから、 YouTuber と出会うきっかけをゼロにしてるんですよ。だから最初はカノンさん嫌かもしれないけども、媚びていただいて、いろんな YouTuber さんにご挨拶してもらって、そっからカノンさん自身を知ってもらえばいいじゃないですかと。すごいそうやって説得されて、カノンさん今年こそは忘年会来てくださいって言われたの。だから私は今年を行きます。やばい、これはもうどうなってもいい。
もう今回のこれ、あの、そう、それで、じゃあかのんちゃんは今後、こうやっていろんな YouTuber と絡んでいくんだねっていうのは、もう皆さんに分かっていただきました。そして私の今までの葛藤も分かっていただきました。じゃあ次。私は今後、青木かのん単品で出る動画は7割。まあ、基本的には大幅には変わらないんですけども、残りの3、4割は、わだるくんとか、ジャイコ。で、ジャイコが心許せる相手っていうか、嫌なところがないんですよ。まあ一応先輩ですけども、もうなんかフランクに話せるっていう関係だからこそ信頼できるんで、まあ、ジャイコにこの前動画出てもらったんですけども、びっくりするほど視聴者の方々からの反応が良くて、今後、もし可能ならジャイコに定期的に出てもらって楽しいことっていうか、今までがやっぱりどっちかっていうと、まあ、YouTuber であるけども、YouTuber っぽくない。っていう、まあ、そういう感じだったんで、あえて YouTuber っぽいことしたいんですよ。ちょっと言ってみますか。これはやりず。もう家に帰れなくなるからね、これ。マジやるね。いただきます。わ、結構飲んだな、これ。テキーラここまであったからね。あ、お前、何 ?YouTuber っぽいことって何、何 なんか、メントスコーラーみたいな。じゃなくて、トーク系の動画が中心だって私のチャンネルが、例えばだけども、ディズニーランドにロケ行ってみたとか、1万円買えるまで企画ません、みたいな。そういう動画っていうのは本当にほぼ皆無だったんですね。で、そういう企画ってさ、一人でやってても本当にトーク力ある人だったら、まあエミリンさんとかもそうだけども、そういう方だったらいいかもしれないですけども、私って超絶的にトーク力ないんですよ。もうカットとかでごまかしてるだけなんで、っていう人間が一人でやっても滑るだけなんで、まあそういう部分で、まあ渡るくんとかジャイコの動画があえてバーンってこう再生いっぱい伸びたっていうのは、まあテトリスで言うと本当にいいくぼみに入ったみたいな。それによってニコイチっていう、ん?なんか、ちょっと意味わかんない。まあ、デコとボコが重なって、それが一つの作品として完成するわけですよ。一人でやってたらもう本当不完全なんで、まあ、それが今後、ジャイコとか、ワタルくんとかいることによって、私の足りない部分が補われていくことによって、もっと企画に幅が出ていくっていう。まあ、それで青木かのんチャンネルも伸びていけるんじゃないのかなっていう、あの、自慢ではないんだけども、ちょいちょい YouTube の関係者とか、YouTube のなんか社員さんとかに言われるのが、かのんさんよく一人で、あえてヘア撮り動画だけで30万人行きましたねって。それはね、私の実力とかではなくて、視聴者が優しいから。え、性別変えたの?元男なんだ。じゃあもう登録しといてあげようかなみたいな感じで、まあ優しいね、あの人たちが多かったから今こうやって生き残り続けられてるんですけども、まあなかなか、まあ、自分で言うのもなんですけども、30万っていう数字でかいですよ。本当にでかい。閉鎖的なチャンネルでここまで伸ばせてこれたのも本当視聴者さんのおかげでございます。ありがとうございます。まあここが第一章だとしたら、第二章に私個人の夢である100万人登録っていうところまで行くにはこうですステップを踏んでいかなきゃいけないので、まあ、これからですね、少しずつ私以外の方も動画に出てもらって、今までできなかったことやっていき、閉鎖的から開放的にしていくっていうのが私の当面の目標でございます。なので年内の目標は、今33、4万人なので、目標大きく50万目指して頑張ります。引き続き、青木かのん頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。こんなに飲んだらね、見てください今。やばくない？見て、こんなに汗かいてる。普段汗全然かかないのに。ではですね、検証結果を発表していきます。青木かのん、真面目なトーク動画中にお酒を飲むと顔が赤くなる。でした。少しでもですね、この動画が面白いと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok ありますので、こちらもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。まだ。